こんにちは、お疲れ様でした。まあ、今日その柳田さんとの連携の中で、もう柳田もね、もう2社だし、いつも通り走ってくれればって思ってたんで、まあ、その中で形としてなんかあの、成功を柳田になったんで、もう僕もできることはしっかりやりたかったんで、まあ、でもちょっと太田を止めるには自分で出ていくしかないぐらいのスピードだったんで、まあ、その後ね、ちょっと香川さんとこは櫛谷さんで、なんとか柳田もう少し頑張れればと思って、1社行かれた分と、そこからもう1回ワンチャンスあるかなというところで、そうですね、1回ちょっと、まあ、太田だけ生かして、自分も柳田あのまだ頑張れると思ったんで、気持ち待とうと思ってたんですけど、もう後ろに浅井さんいるのも分かりましたし、ちょっとあそこで自分も早かったですけど踏み込まないと全員に食われちゃうんで、やっぱそこからちょっと2人で 2,3 着っていうのは厳しかったかなと思います。しっかり決勝に、まあ、今の流れでもちろんラインの力で上がってきたっていう、またちょっと違う意味もあるのかなっていう、本当ここ最近の流れはね、あの本当ラインのおかげがあってだと思うので、こう決勝に乗れたのもそうですし、まあ、その分ね、決勝難関一人ですけど、まあ、あの2日目のマクルもそうですし、まあ、今日の柳田もそうですけど、まあ、その頑張りをね、僕は無駄にしちゃいけないなと思って、その思いだけ背負って、本当に郡ちゃんの復活が難関の復活であり、その再建というか、もう一回難関が大きくなっていくというステップでしょうから、あの、ね、これをこういう流れがいいんでね、しっかりまたあの自分も気を引き締めて、難関を引っ張っていけるような、まあ、存在になりたいなと思います。静岡グランプリの話は優勝した後聞きます。わかりました。また後ほどお願いします。